どうも、大元帥です。今日もね、タレコミ動画をいただきました。タレコミ動画をくれたのはね、アキラくんですね。いつもありがとうございますと。でね、今日の主役は、まあ、アキラくんは技術2乗ってるんですけど、今日の主役はまたしても、これです。エイジ2、レイジングバーストです。見ててください。はい。まあ、前もね、まあ、タレコミ動画でエイジ2の凄まじい動画を見たんですけれども、まあ、今日もね、別の意味でね、凄まじいエイジ2くんが見れるので、よかったらね、最後まで見ていってくださいと。でね、相方がエクスプロージョンで3000リーゴと、まあ、コスト的には結構バッチリなんですけれども、まあ、これシャッフルですね。で、相手はガイアとギフ2で、まあ、2025でね、少しね、体力的には不利といったところだが、どうするか。H2 くん、まあ、前のマスター H2 と違って、まあ、よく動いてると思います。が、しかし、ここでギス2くんが体力が瀕死になって S 覚醒がぶつかってきますが、ダウンされてしまって、相方が前に出ます。来たんで、まあ、下がっていきたいですね。前に出ます通信が来たので下がっていきたいところだが、すごい勢いで抵抗に群がられて死んでいく。そして了解しましたと、何かを了解して、ステゲーしてるわ。おっと、何やら先に落ちただけで、ステゲーをする。なんというプライドの高さ。これがガンダム勢なのか、これがガンダム勢なのか。そしてエクスプロージョンがシャゲダンしている。味方がシャゲダンしてるぞ。先落ちしただけで、なんとこの H2。ステゲーしてしまった。あまりにもステゲーの判断が早いが、なぜこんなことしてしまうのか。またしても R 覚醒の覚醒が見れなかった。そしてエクスプロージョンがすごい勢いで味方を殺そうとしている。うわ、いつになったら僕はタレコミ動画で H2 のレイジン覚醒が見れるんでしょうか。見てみたいですね。素晴らしいゲームだと思います。クロスブースト最高というわけで、次はね、まあ、タレコミ動画をくれたギス2くん視点を楽しんでいきましょう。まあ、素晴らしい経緯が見れたんでね、しっかりと経緯を見ていきましょう。で、視点はギス2ですね。まあ、余談なんですけれども、皆様のタレコミ動画もね、僕のツイッターでお待ちしておりますので、ゴミみたいな視点ね、よかったらどんどん送ってください。お願いいたしますと。でね、まあ、直撮りでも全然 OK ですので、よかった。USB だったらより嬉しいです。まあ、直撮りでも全然大丈夫です。というわけでね。すごいですね。突っ込んで、エクスプロージョンダメージを当てて、まあ、ここまではね、割と、五分五分といったところですが、まあ、覚醒でね、一気にひっくり返されますね。やっぱこのゲーム覚醒強いですね。というわけで、覚醒吐いてね、さっきの H2 クをとっとと落としていきましょう。ピシ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 と。これ、エクプロも H2 もどっちも覚醒入ってないんですよね。これ、よく考えるとどっちも覚醒入ってないんだよ。で、これ H2 くんを挟んで、ペチペチと落として、エクスプロージョンくんは逃げていきますが、しばかれて落とされていく。で、ここで H2 くん渾身の棒立ち。あれ、これ、よく見るとエクスプロージョンも棒立ちしてるんですよね。この視点で見ると。よく見るとエクスプロージョンくんも棒立ちして、また相方のステゲーに気づいてますね。で、これ、軽視していく。ステゲー中にも軽視していく。まあ、多分キルカメラと相方のステゲーに気づいたんですよね、おそらく。いいですね。相方くんはすごい勢いで敵相方が燃やそうとしてますね。素晴らしくマナーいいですね。で、ここでまだまだ敬意を示していきたいところだが、H2 くんを縛いて気を示していく。そしてエクスプロージョンが覚醒を吐いている。何の覚醒か全くわからないが、覚醒を吐いた。あ、これ覚醒吐きましたね。別の意味ですごい覚醒吐き方ですね。というわけで最高の試合です。